はい、こんにちは。今回はですね、一過性の脳虚血発作の第2部ですね。なぜね、こういった一過性の脳虚血っていうのがね、起きてしまうのかね、その仕組みについてね、今日ちょっと話をしていきたいと思います。まあ、結局はこの原因というのは動脈硬化によって血栓ができることが原因なんですけどね。じゃあどうして血栓ができるかっていうところですけどもね、この動脈硬化が起きている状態というのはこういうふうにアテロームというね、まあコレステロールみたいな、まあ油の成分ですね、そういったものがね、こういうところにこう作るわけです、血管の内側にね。でそうするとこのアテロームっていうものの表面に、まあ、膜があるんですけどね、そこがとても弱いので、ちょっとしたことでこう、まあ、傷がついて出血したりする。そうすると、血液成分の血小板っていうのね、聞いたことあります？そういうものがバーッと集まってきてね、血栓ができるわけですよ。そうすると例えば頸動脈って あるじゃないですか。そこの中にね、血栓ができたとしますよね。ただそれって血液の流れに乗ってずっとこう脳に行きますよね。と脳の血管の中のどこかでブンって詰まるわけですよ、ね。あるいはね、もう一個、心臓の中でもね、血栓、血の塊っていうのがね、できることがあります。でそれも同じようにね、血液の流れに乗って脳に届く。で脳の血管のどこかでブンって詰まる。そうすると脳梗塞と同じような症状が起きるわけですよ。でもね、幸い、まあ、できたばかりの血栓ね、この場合、すぐにね、溶けてしまうことが多いということでね、割と短時間で、その詰まりが取れてしまうんでね、それでまた、血液の流れが元通りね、スムーズになって、で症状も消えてしまうということなんですね。でもそれでよしと思ってはいけないということですね。その治療はね、血小板の働きを抑えるような、血栓ができにくくなるようなね、そういう、お薬を飲んでいくということが、多いですね。はい、ありがとうございました。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。